こんにちは。お元気ですか？今日は鎌倉の近くにある派生にやってきました。派生で有名な派生寺に訪問する予定います。行く途中にいろんな商店が多かったです。お土産を買うに値するお店もたくさんあります。こんなオルゴールが欲しいです。ハゼ寺に着きました。中に入ってみましょうか。中にすごく大きな仏像があります。実際に見たら写真よりはるかに大きく見えます。中に庭がきれいに飾られています。私の願いも叶うでしょうか？今日も私と一緒にしたカピバラさんです。かわいいリスを見つけました。有名な観光地なので人が多かったです。あとで夕方に行けば温泉に入ります。によって必要なものを買います。
像はいろいろ現物することが多いです。ゼリーやキャンディーの種類が本当に多いです。皆さんが一番好きなおやつは何ですか？買いたいものが多すぎます。ダイソーは韓国にもありますが、売っているものが違うので見物しやすいです。旅行に来るといつも子犬のプレゼントを買うようになります。もうホテルに到着したので、半身浴をしてみましょうか。私はバブルバスを好きです。皆さんは泡風呂は好きですか？二人が入るには少し狭いでしょうか？
元気には温泉に入りたいです。私は家にバスタブがなかったので移動式バスタブを買いました。もし私が日本で暮らすようになれば、半身浴を毎日することができて良いです。もう少し暑いです。10月に日本に行けたらいいなと思っています。今回の映像はいかがでしたか？映像が面白かったら購読もお願いします。では、また会いましょう。バイバイ。